ってエスコートなさってる旦那様の恥じらうような姿、それを目の当たりにできたことは、誰に伝えようとしても伝えきれないほどの喜びとしてここにしまってありますから、その点では恥ずかましくあの晴れがましい席に座らせていただいた自分を許してあげなきゃってそう思うんですよ。今でもこうして目をつぶれば一枚の絵のようにお二人の姿が、私の方はご覧になっていないのになぜか私に見せるためのようにそのままいらっしゃるお二人の姿が浮かんでくるのでございます。Сияем мне ярче с каждым утром. Поглядитесь вы. Гугат, どうだったんだろう、夜は。もっと寒い夜だったような気もするけど。まだ春が始まったばかりなので。努力を認めるってこと。
らばくかりしかないわ。マルオさん、マルオさん、お帰りなさいませ。どこにいたの？玄関の方に車の音が聞こえましたが、まあ普通は玄関。ああいかがでした？あ、その前に結婚1周年おめでとうございます。出かけるときにも言ったじゃないか。言わせてくださいましよ、この雰囲気の中でも。あ、これ、マロさんにお土産。え、私に？小籠包、マロさん好きそうだから。小籠包、大好きです、ありがとうございます。温めないとダメだよ。レンジで、はい。あ、でもまだぬくもりが。温めないとダメだからね。何なのこれは。分かってますって意味でしょ。それかけてきて。はい。バカなことを言うもんじゃないよ。私も確かめるの忘れたね。あ、無防備ってこういうこと？美味しかった、今日の北京ダック。接待であの店に招かれて、その時から決めてたんだ。今日はあの店にしようって。接待って？三回食事だったな。君のお父さんの容態が心配してくれてた。いや、ほとんどその話題であったような気もするな、あの時。当時、買収騒ぎで3世は整理しなくちゃいけない問題が山積してたからね。君のお父さんの力添えも必要だった。まあ、そういった中での接待だったわけだから。父のことは、それは関係ないと思うわ。どうして？だって、父の方からあなたに何か言ってきたりしてないでしょ。ああ、もちろん。いや、だから三世のやり方が煩わしかったとか、そういうことが言いたいわけじゃないよ。要するに、君のお父さんの、木の宮さんの容態が心配だった。うん、それだけだよ。何の話だっけ。ああ、そうそう、北京ダック。料理長のやつ、君の美味しいって言葉聞きつけたんだろう。まだ食べ終わってもいないのに、よくの子出てきやがった。私、あの人の顔まともに見れなかった。え？本当にアヒルみたいな顔してるんだもん。そっかそっか、言われてみればそうだった。よく見てるな。だからよく見れなかったって言ってるの。気づいた時点での話だよ。だって僕の場合は料理長がやってきた。それが君の手にかかったらアヒルがやってきたって、そういうことになってるわけだから。言い方は俺の観察感がすごいって言ってるんだよ、君の。その、とっさにアヒルに例えられるところとかさ。言われたことない。ないね。観察感がどうとか。ああ。じゃあ、俺が第一発見者ってわけだな。あ、死にたと思う。本当に隠すか？お帰りなさい。ああ、終わった。資産査定で二三難所があるので、そこのところはまだ。病院の方には出られたんですか？ああ、電話で。ああ、電話で済ました。だいぶ体調も良くなってらっしゃるんですね。ええ、よかった。だいたい見舞われるのが好きじゃないのよ。なるほど。何ですか、これ。
るんだ。かわいい。で、何歌うの？歌うもよし、踊るもよしってとこでしょうか。ハッピーマイ